フーミンとか武田久美子さんとかね、写真集を撮られてまして、あの僕ら世代は大変お世話になっている方でございます。お世話言わないの。ニコンの所有率が非常に低い。ニコマートしかない。10個の質問っていう、はい、あの本当に僕がただ聞きたいことを書いてきまして、はい、ポートレート写真の極意とはっていうのをこれ聞いてみます。これは山岸さんに聞いてください、はい。ニコン一筋バカになれ、それが写真家男道チャッサー。ニコンバカ一代。だってさ、とんでもないですよ。押す。バッチもつけていただいて。押す。ニコンバカ一代だ。いやすごいこの。ニコンがなきゃ俺ただのバカ。どうも、皆さんこんにちは。なんと山口慎さんと、佐藤光子さんの、お二人がやられている、世界の光の中で。の YouTube に出させていただくという、あの美智子さんと、うん、リンコさんと、うん、ニコンニコルクラブでお会いして、そこからちょっとご縁をいただきまして、なんともうグラビア界の巨匠の山岸慎さんとお会いできるというこのもうとんでもないことになっておりまして、これいい、何言ったっていいの？あ、何言ってもいいんだ。俺ね、彼女がね結構好きなんですよ。はい、で俺すっごいいい男かと思ったの、はい、よかった。あんまりさ、人を好きにならないのが、いい子なの、いい子ないのって言って、呼ぼうか、お願いしようかとか言うから、僕はあんまり見た目で売ってないの。どうすいません、一瞬写真で売ってますね。写真一瞬なんかね、やばいなと思ったけど、よかった。なんでよ。だからちゃんとこのオリンパスバカ一代じゃなくてニコンバカ一代つけていただいて、リンコさんもこのニコンのね、このハローストラックですか、これ、はい、すみません、ありがとうございます。すごいですね。というわけで、いや感動だな。本当ですよ。本当にもうとんでもない、もうすみません、本当にありがとうございます。これグダグダでいいの？グダグダでグダグダな感じでやってるんですか？ちょっとご紹介させていただいていいですか？はい、してください。まず山岸慎さんから、はい、まずこれをスタートしてなかった。何分か、はい、ですね、はい、見たんですけど、あのフーミンとか武田久美子さんとかね、写真集を撮られてまして、要するに僕ら世代、僕来年50歳なんですけど、ほうほう、あの僕ら世代は大変お世話になっている方でございます。お世話言わない の、 お世話と。いやだけどそうなんですよね、はい、そうなんですよ、皆さんにお世話したっていうか、 いや本当に表現は良くない、皆さんにねよく見ていただいて。そうですよね、もう本当にたくさんの写真集を、そうなんですよ、その一番こうグラビアが扱った時代を、そうなんです、の撮られてた。そうなんですよ、そう言いなさい、最初からそう言ってよ。お世話じゃないのから始めないでください。そしてあの瞬間の顔という写真展をずっと、ライフワークでやられていまして、いろいろな有名人の方を、まあ、撮られて、はい、有名人というか、まあ、男性のね、はい、はい、写真、ニコンの社長も出てきましたね。そうです。あ、はい、あと安倍さんも撮られてる。安倍っちね、はい、タイ行ってますよね、はい、タイ行ってますね、タイ行ってますね、タイ行ってますね。で、YouTube を、山口さんはやられておりまして、チャンネルが2つある。で1個は、ね、山岸慎さん名前でやってるやつ、はい、それはあの、ご飯を食べたりですね、関節技をかけられたりする、山岸慎さんの YouTube、 そしてこんな紹介の仕方になんか悪意を感じない。雑な感じですけど、で、もう一個のチャンネルが世界の光の中でということで、写真家の方をお呼びして、はい、
対談するというこの、あの、で、凛子さん、凛子さんも入って、対談するというのね、YouTube をされてますんで、ぜひチャンネル登録をしていただいて、ありがとうございます。あの、僕のチャンネルを解除し、チャンネル登録解除しても山岸さんのそれぐらいのチャンネルを登録してください。それぐらいのこんな差があるんで、はい、うちはまだいやいやいや、そんなことない、ね、僕も弱小チャンネルなんですよ。本当に弱小チャンネルなんで。実はですね、自慢していい、はい、僕の YouTube って日本で一番最初なんですよ。え、18年前から始めてるんですよ。世界の光の中で、世界の光の中でを、はい、あの、こうやって喋って映像で流してるんですよ。日本で一番最初なんですよ。だけどもその頃はオリンパスさんがね、お金があってスタジオ、はい、東京 FM のスタジオ借りて、あ、やってましたよ、ザーってやってたんですけど、はい、だんだんこうなってるんですよ今は誰もサポートしてくれない、はい、この雑居ビルみたいな雑居はいい、雑居はいい、悪いやつを呼び出して殴り倒すような、そういうビルの中で。そんなことないですよね、はい、という山岸さん、はい、すいません、もう本当に今日はありがとうございます。お声掛けいただきましてありがとうございました。そして、佐藤美智子さん、はい、通称が凛子さんでございます、はい、資生堂の広告部に、宣伝部にいたこの時どんなことされてたの？写真撮ってたに決まってんじゃない？写真として就職したんですか？宣伝部の写真制作部みたいなところ。はあ。だからスタジオに就職しました。商品撮影です。商品だけじゃない、全部やりました。はい、人物もやって、はい、店舗もやって、お料理もやって、衣装もやって、うん、ジュエリーもやって、インタビューもやって。最初は便所掃除でしょ？いや、そうでもない。お手洗いと掃除はあのビルの人がやってくるから。ああ、そうかそうか。事務所の掃除はするけど、トイレの掃除はなかった。お茶入れたりもしてない。お茶やった。やったでしょ。だって最初はそっからでしょ。お茶入れたり、入れたり。で、独立されて、はい、写真を捉えてると。で、なんかこう、独特の感性で、切り取る、うん、アート写真って言えばいいんですかね。僕はアート写真かなって思っちゃったんですけど、まあ、ドキュメンタリーでもあり、でもみんななんかそういうのが一番分かりやすいみたい、はい、クリエイティブスナップというか、あ、そう、あの、なんか登録投票を取ったんですか、はい、そうなの。今度僕が勝手に使ってやろうかな、ね、やめて、訴えてやる訴えてやるクリエイティブスナップという、はい、そう、だからクリエイティブなスナップをいろんなところで撮られて、はい、で、写真展も各種やられてまして、そしてあのニッコールクラブのアドバイザーという立場でいらっしゃる。で、僕はニッコールクラブに呼んでいただいてお会いできまして、その時なんかロックンロールな格好をしてたんです。すごく秒がこう刺さってくる感じなんです。そんなの全然違うね。上下黒でいただけるか上下黒でいただけるか、ね、かっこいいなと思ったら、今度俺の知らない世界はそうなんだね。組写真をこう、会員さんの組写真をですね、もうバッサリバッサリ切ってこう選んでく姿にもう男前感を感じてしまってですね、すごいなと思って見てましたありがとうございます毎度のことです、はい、という、お二人でございます。はい、はい、の、そう、お二人、あとキャパさんにも乗る感じ の、 その世界の光の中でというのをやらせていただいてまして、そちらにお呼びいただいて、まあ、今回このような実現したということです。殴ったりはしないですけど、ガガって、あと今多分もうすぐ市街とか通過してると思うんですよ、遅刻した、はい、遅刻されてる方が、マッハっていうね、マッハさん、アシスタントです、アシスタントです、ね、詳しくはあのデジカメウォッチの、そうですね、山岸さんのアシスタントの編の記事をご覧ください。あれは綺麗に書いてる、ボーンっていう、あれは綺麗に書いてる、てめえこの野郎っていうようなことはしませんから、はい、今日はもう、あ、そこの殴る感じのやつもぜひ撮らせてください。これになっちゃうんですか。あ、いや、大丈夫、やめて、そこだけモザイクをかけ て、ね、ただ本気でやられたら僕負けちゃうんですよね。今年だから。え、でもこれグローブで殴ってやればいいじゃないですか。キャッて、あの鉄を仕込んでるんで。キャッていっちゃうと思います。いや、向こう強いんですよ、なかなか。はい、で、まあ一応ニコンバカ1台の体なんで、まあ、お二人もね、鉢巻きとバッジをつけていただいて、すいません。いやいや。山口さん、ウルパスじゃないんですか。僕はどこでもグローバルなんですけど、なぜかニコン、グローバル。ニコンだけはなぜか昔から縁がないんですよ。半ニコンじゃないですか。じゃなくて、キャノン使ってたからじゃないですか。ニコンのカメラを下取りして、はい、キャノンを使い始めたんだ。はい。だから
全く縁がない。じゃあ最初ニコン使ってた。ニコン使ってた。あ、そうなんですね。あの180ミリかな、あの 2.8 とかいいレンズがあって 1.8 かな、はい、こんなのがね、かっこよかったんですよ。それを使ったんですけども、はい、なんかニコンって有名でないとなかなか相手しないっていう当時、だからそのなんか反動で、はい、キヤノンはすごく当時は優しくて、あのもうもういろいろな方を紹介してくれたり、もう夕方銀座行ったらご飯まで食えちゃうっていうようなキヤノンサロンって、そこにはもう辰木先生とか秋山先生とかみんないたわけですよ、憧れの人が。でどっちかというとニコンは憧れる人がいなかったんですよね、ドキュメントっぽいから。だから僕みたいな女の子を撮りたいとか、なんかそういう人っていうのはそうなんですよ。でニコンはやっぱりカチッとこうなんかそういうイメージしかなかったんで、修理とか行ってももうああみたいな感じで、もう一列に並びなさいみたいな感じで、それがもう弱かったんですよね。そっから別にニコンが嫌いってわけじゃないんですけども、はい、まあ何台かニコンのカメラ持ってるんですけども、はい、やっぱり結局使うことなかったですね。であの大丈夫ですか、ね、Z なんだっけ6、はい、を出た時買ったんですよ、はい、でちょっと使ったんですよ、よかったんだけど、はい、これ取られちゃって、はい、そのまま彼女がメルカリとか出してない、出してないよ、何言ってるんですか。やめてください。なんか僕がなんか僕のいいカメラみんなこの子も持っていくんで、まあ僕はあの、まあ、カメラは何でも映ると思ってるんで、ただなんか最近はなんとなくだってカメラ5、600台持ってるでしょ。持ってるね、今も。はい、昔からの自分の使ったの全部売ってるんです僕は。下取りとかしないんで、だからそのまあ今から40年とか45年ぐらい前ですね。はい、なんで思ってるんですよ、で置くとこなくて困ってるんですけど。それでニコンの所有率が非常に低い。ニコマートしかない。なんだそのカメラって思ってる人もいるかもしれないですけど。だからニコマートっていうのは僕らが変えた限界でしたね、はいはい、昔、はい、安い入門編。おお来たか。あ、来ました。おお大丈夫か。倒れんなよ。どうしよう。なんだそれ。お、なんだ足痛いの。あっち撮った方がいい。これ、こんにちは。おい、こっち来て、こっち来て。そのマスクの前、ここ来て、ここ来て。初対面の挨拶。ご挨拶してくれる。歩ける？カバン下ろせるか。今、杉山さんの YouTube を先にやらせていただいてます。そうそう、はい、杉山さん。こっちがもうです。杉山です。マッハさん。カメラこっちだからこっちもない。マッハの顔いきなり見せる。ここで。ほら、来いよ。そのままマスクしてるよ。マスクのままに。杉山さん、まだ映ってないよ。マッハです。もっとしゃがまないと。マッハです。おはようございます。ちょっと 体調悪いんで。じゃあよろしく。いいよ、はい、働いて。悪いけど、あの詳しくは山岸慎さんのデジタルウォッチのアシスタントの回の記事をご覧ください。ぜひご覧ください。上にセットをして、そうセッティングしてください、はい、これカットせずにそのまま流します。はい、お願いします。あ、ということで、いやよかった、これで世界の光の中もできる。あ、はい、そうですね。今日最悪ダメだったら、はい、世界の光の中一回飛ばそうかなって思ってた。大変ですよね。やっぱりやっぱあれだね、簡単なカメラ1台俺も動画用にしないとダメだね。そう、これマイクとかはでもマイクそう、これいいですよ、 ZFC めっちゃいいですよ。ニコンね、こうやってすぐにできるんで。そうよね。でか、見た目も可愛いじゃないですか。あのマイク1個で平気なんでしょ。はい、ニコンお前借りるやつじゃない。いいよ、借りて。マイクは純正のやつはちょっと音が悪いんで、はいはいはい、これをつけないと。純正のやつ悪いの。そうそう、つけないと。やっぱ あ、純正のやつっていうか、あのそのこれ純正のマイクなんですけど、うん、そのあのマイクな、カメラ内蔵のやつはちょっと音が。あ、そういうことね。これはつけなきゃいけない。ソニーの Vlog が来てるから。だからあれで壊したの、はい、キャバさんが壊したの。壊した。信じらんない。バッターンって落として、えで、それをなんかメーカーに言ったら、今なんかやっぱり半導体不足ってなかなかカメラ直せない、ね、ひどい。ちょっとね、不便してるんですよ、キャパの陰で。なんか詫びが必要なんじゃないですか。そんなことがあったんだ。そういうことでですね、あ、はい、ちょっと待って。何、顔がやっぱり違うよね、これと。あ、そう、違うんですよ、これちょっと違うんですよ、ね、あ、はい、あの瞬間、はい、これちょっと違うの、不評なんですよ、はい、昔ですね。不評だよね、プロフィールにしてんの、はい、そう、不評です。
変えたら。でもこれ選ばれてここに出かくしていただいたんで、もうあともう水をかぶってる人でもう進めていこうかなと思って。これから、はい、じゃあ撮り直したら、昔はベストっていう雑誌で水バーガーあったね、あったね、必ずかけて女の人の顔に、女の子の顔に横からバケツでバシャーン、あれも撮ってたの。俺は撮ってないよこれは それでですね、今日はこのお二人のもう伝説中の伝説レジェンドなんで、あのいやもうお二人ともすごいですね。で、あの10個の質問っていう、はい、あの本当に僕がただ聞きたいことを書いてきまして、はい、それにお答えいただくっていうスタイルでやらせていただきたいと思うんですが、はいはい、であの答えたくない場合は質問はパスしていただいて構わないです、はいはい、ではいいですか、はい、お二人ずつお答えいただくんですけど、はい、大丈夫です、同じ質問なの、同じ質問ですね、うん、はいはい、じゃあまず好きな食べ物は何ですか。もう僕は納豆。あ、はい、健康のもとですね、はい、浮かばない、なんか好きな食べ物、はい、そうって言われてパッと出ないんですね、うん、出てこない、高級なもんじゃない、いろんなもの、あ、何でもいい、高級なもの、うん、はい、わかりました。っていうこれはまず1個目は冗談なんですけど、うんうん、まず最初に写真は楽しいですか、これは愚問だと思うんですが、まあ、全然楽しいですね、はい、71歳まで楽しくてしょうがないですね、はい、また生まれ変わってもカメラ持ちたいですね、はい、カメラマンになりたい、うーん、私、うん、もうね、うん、絵描きたい、絵描きたい何爆弾発言、生まれ変わってから何になりたいって質問じゃないよそうだけど今現在も絵描きたいな、描けばいいじゃん絵なんかいつでも描けんじゃん山口さんの楽しいってのはどんなところが楽しいですか、写真のここが楽しいぞ、あ、会ったことない人と会えるし、はい、行ったことないところも行けるし、自分の好きなものだけ撮れるから、嫌なものは撮らなくていいから、はい、自分が興味があるとか綺麗だ汚いとかあるけど、うん、綺麗なものとか可愛いものしか撮らないから、うん、楽しいですね、はい、自分の好きなものを撮ることが楽しいと、はいはい、ありがとうございます。続いて、ポートレート写真の極意とはっていうのをこれ聞いてもらって、これは山岸さんに聞いてください、はいはい、極意なしだね、長くやってきちゃったんで、はい、極意とかじゃなくて、なんだろうな、まあとりあえずなんか人前行ったら明るく振る舞う、それだけですね。お、明るく、まあインチキな笑顔を作れる、はい、インチキな笑顔、だから笑いたくなくてもいつもその場だけはニコニコしてる、うん、雰囲気作りというか、まあ自分は優しい人だよって見せるんじゃない、だけどみんな怖い怖いって言うんだけど、お、だからまあいい人なんだよっていうふうに、ね、はい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 、うん、まずそこから入って、そうです、あとはすぐ撮ってすぐ帰る、見破られないうちに、自分、僕自身は見破られないうちにささっと撮って帰る、なんかこうテンションがそんなにこうずっと上げっぱなしにできないとか、女の子と男の人の撮り方が全く違うんで、はい、だから女の子はやっぱり少しゆっくりあまり飛ばさずぐっとテンションを上げていく、で男の人はもうその空気の中にいるのが辛いんで撮ったらすぐ帰る、はあ、人とお話しすることは好きなの？好きですよ、大好きだけど、大好きだけど撮ってる時はそんなに喋んない、うん、あ、そうですね、撮ってる時はそんなに喋んない、あとあのご本人に対してなんかこう下調べみたいのしてから行かれます？あ、そんなにびっちりは調べないけど、はい、あ、この人は最低こうだな、うん、今日杉山さんと会うのもキャパを見るのと、はいはい、彼女から聞くぐらいしかないですね、はい、それ以上調べることはないですね、ただなんだろう、こう行ってそのこういう絵を撮るっていうものがですね、最初にこう頭の中にあって行かれるのか、やっぱりその場所で考えるのか、あの僕はあの何人かのアシスタント、まあちょっと僕のそのシチュエーションを作るのが飽きたって言った助手が昔いたんで、その子はすぐその場でクビにしたんですけど、はい、僕は同じところにしか行かないんですよ、あ、同じスタジオも好きなところ6個ぐらい、はい、それからロケ場所も好きなところ6個ぐらい、はい、そこに必ず行くんですよ、はい、でそこでしか撮らないんですよ、
だけど毎回違う、はい、それはやっぱりその時の気分で随分変わっていくんで、ただ光とかそういう空気感はもう安定してるじゃないですか、うん、ではそこに行く、でそこで撮る、そうするとまあ何年もいるとまた沖縄まで行ってまたここですかっていう、うん、である日なんか先生僕も飽きちゃったんですよこのロケ場所って言われて、あそうじゃあやめろって言ってました。そういう子一人いましたね。みんな心の中で思ってるかもわかんない、またここって。飯もそうなんですよ、僕歩くとこもそうなんですよ、道変えないんですよ、昔から飛行機に乗る時も北ウィングって言ったら鼻歌を歌いながら北ウィングって行きながらこう通ってそば食って何してって思っていく、今でもそうなんですよ。だからレンタカーもここからここで借りなさい何してなさい全部同じです。その同じことをされてる中でもやっぱりその進化というか工夫っていうのもちろん、だってカメラともどんどん変わるじゃないですか、うん、撮り方も変わるし、それはカメラ変わったら撮り方も変わるし、もうそれはもうその臨機応変にその場その場で、ただ行くとこは同じ、使ってるカメラが同じは辛いですね。だから今もうオリンパスの OMD さんにね、新しいカメラがないと俺2年も同じカメラなんか使ってると恥ずかしいよって言ってるんですよ。いや本当本当、だって他どんどん進化してね、他3ついいカメラ持ってるのに俺だけかよこれって、この間ストラップボロボロだよったら新しいストラップ持ってくるってか、いらねえって新しいカメラ持ってくれカメラだよ、そう新しいストラップなんかいらないから新しいカメラ持ってきてよっていう、そういう感じですよね。なんかもう普通に質問バシバシしちゃいました、すいません。もういや全然、ね、あ、インコさんも喋ったね。いいんです、いいんです、喋ってくださいね。これは答えない。全然喋ってくださいね。で、次であの、デジタルの、ね、時代になりましたけど、あの、写真に対して大切にしてることって何ですか？スタートがあの、デジタルになるっていうスタートが意外と早かったですよ、はい、で、何も考えずフィルムからそのままデジタルに入っていった、はい、だから何の違和感もなく、やることはレフ板使って照明使ってっていう感じで行ったんで、なんらそこは違和感なくやり抜いてきましたね。だから今でも昔のままですね、アナログでなんかでかいストロボ使ったり大きいレフ板使ったりとかってはしますね、変わらず。だからもう本当はね、カメラ1台ぶら下げてひょいひょいっと撮って、ひょいひょいっと後でね、おい近いレタッチとけって言った世界が楽なんですけどね、今日みたいに動画とかやるときにはマッハが遅刻したらどうする？どうすんだよ？何使うんだよ？ってどこにカメラあんだよ？って分かんない。まあ携帯電話でもいいかっていう感じで今日最悪はでぐらいの感じですよね。よかった今日収録できて。危なかった。僕のカメラでやるところでしたね。危なかった。リンゴさんはどうですか？このデジタルに変わったんだけどなんかこう写真に大切にしてるか、いや基本あんまり変わらないです、はい、うん、まあ、私はデジタルに変わった時すごくなんか違和感を感じてましたし、はい、なんかあのほらその頃ずっと広告写真撮ってたんで、デジタルの前アナログって例えばこうホコリ1個でも全部やり直しになるし、すごい重箱の隅つかれるような仕事しかしてなかったんで、それがワンクリックで終わっちゃう、うん、じゃあ何だったの今までのみたいなのでは結構あのっていうのがしばらく続いてましたけど、うん、撮ることに対しては何も変わりはないのかな、うん、ただ軽くなったのね、うん、それこそ、うん、あのカメラ1個ポロンとぶら下げてでできますもんね、いるので、はい、そこは変わりましたけど、うん、姿勢的にはあまり変わってない。はい、ありがとうございます、次、写真作品作りに必要な心構えは何ですか？まあ、常に毎日のように新しいものを求めるっていう何かを、はい、だから触発されるところに自分がいないと次に進めないんで、うん、だから僕はもう本当に思ったら今日撮りに行く。で僕は作品というのはあんまり作るカメラマンじゃないんで、カメラマンなんで、だから作品はあの商品として出ていくけど、僕自身の作品というのはなかなか数は少ないですね。いやでもあの瞬間の顔は人の顔ですからね。だからああそういう意味なんですね。何でもそうなんですよ。だから僕は基本的に被写体に頼って生きてるカメラマンなんで、被写体がないと
ダメなんです。だから人気ある一番人気ある人取ってしまえば一番いいわけじゃないですか、はい、でそれで人それをその人を取ったことで人気も出るじゃないですか。本当は昔若い時っていうのはそういう意味でこのタレント取りたいと思ったらやっぱりこう近づいていってこうなんとかその売り込みじゃないんだけど1回の撮影でこの子に好かれようとかっていうそういうことをずっと考えてましたけど、今はそういうことは考えなくなったんですけどね。だからあの AKB とかああいうところが出てきた時にああいうところにガーンと行ってなんか撮らせてもらえればスターになったかもしれないですね。僕はだから2番手3番手の仕事をずっとしてたんで、うん、1、2がいたんでね、だから僕はもう本当にあのずっと同じスタンスですね。ただなんか70過ぎるまでずっと取れてきたっていうことだけがちょっと人よりも生き残ってきたっていう、巨匠ですから巨匠ですから本当に笑ってる。いや本当に本当に本当にもうお会いできるだけでもお話できるだけでもう本当ですよ。でインコさんは写真作品作りに必要な心構え、必要な心構え、はい、必要な心構え、でもその都度その都度違うからなっていう、はいはい、なんだろ う、 こう僕これ聞いたのはあの写真作品作りたいけど作れてない方に下だけに向けては、うん、そうですね、やっぱりなんか最初にテーマ作ることじゃないですか、はいはい、何を作りたいかっていう今回は何を撮りたいかっていうのを、はい、まずテーマを決めてから、はい、そこからこうじゃあどういう撮り方にするか、どこを撮る、どういう撮り方にするか、はい、撮ってみた、それからもう一度見直してみた、うん、でどういうふうにまとめる、もう一回撮りに行く、うん、なんかそういうふうな積み重ねをしていくと、うん、だんだんこう見えてくるものがあるんじゃないでしょうか、うん、テーマにしたいものっていうのはこう、うん、あの人それぞれなんですけど、うんうん、なんか共通点ってなんかあえて言うとしたら撮りたいと思う、あ撮りたいと思う撮りたいと思う、はいはい、撮りたくないものはやめといた方がいいですよね。なんかね、でもなんか自分の一番嫌いなものを撮ったら売れたっていう人が、嫌いなもの何って昔聞かれたことある。はあ、うん、まあ人それぞれ、人それぞれですじゃないですか、はい、それを撮りたいって思えば、はい、ありがとうございます。そこからスタートして、声ちっちゃいね今日。そう？うん。もうちょっと。はーい。で、だんだん後半戦に入ってくるんですが、はい、あなたにとって写真とはです。もう命ですよ。もう命。はい。かっこいい。写真とはもうくっついてるんだよね自分の人生と。だから今更聞かないでって感じじゃあ人生ってことですかね、人生ってわけじゃないけど、まあ、生活、はい、命と生活、命と生活、ね、同じだね、うん、同じじゃない、うんうんうん、ありがとうございます。で、ここからおかしなことになってる、なんで、写真の神はいると思いますか。いるよ。お、はい、いる、はい、どういう時にその写真の神の存在を感じますか。いつも、あ、はい、あの撮影するたびに神が味方してくれて、はい、適当に晴れて、うんうん、適当に雨降ってくれて、うん、適当に風吹いてくれて、うん、常にそれはもうついてありますよね、うん、だから運が悪いと全くそういうのはないって、はいはい、いますね、てるてる坊主と同じですね、はい、雨だけじゃなくてね、はい、ありがとうございます。感動する、いや感動するよ本当にいるんだと思って、リンコさん、それはいると思います、ね、ああやっぱり、はい、皆さんそう思ってんじゃないですか。あ、みんなも思ってます、ね、思ってると思いますよ、撮ってる時に、はい、昔は抱いて寝たもん、フィルム、撮る前のものじゃない、撮った後と、例えば夜そのまま現像所に持っていけなくて、はい、自分が持ったら、はい、その巻いたフィルムをずっと写ってください。暑くてなんか観光地だって火じゃねえか、念が入りすぎて観光地だ、それぐらいのやっぱり緊張感ありましたよね。今だから残念ながら今はねそういう緊張感がないってことがね、で緊張感を持たせるたった一人のカメラマンだと思いますよ。だから昨日も
出版社の社長2人にねご飯ごちそうになったんだけど、先生とかもっと企画書作ってガンガン行けばいいじゃんって、いやできないできない、俺ができないしマネージャーもできないし、いやでこうしたいああしたいって言ったら無理ですねって逆に向こうから言われて、うん、だからやっぱりあれですよ、難しいですよね。ゆうこさんの写真の神を感じるときってどうなんですか？いやでも毎回感じますよ、それは。 あ、うん、あ、終わった。お、終わった。ですね、うん、前編終わっていいですか？写真の神についてこの後掘り下げたいと思うんですが、ちょっと前編を。すみません、今日はあの山岸慎さんと、佐藤美智子さん、通称凛子さんに、お迎えしたバカ一代の、なんか NHK 風でしたね。そうですかね、本当のこれニコンが使わなきゃバカだった。いやいやいや、あるまず名言が。では、ありがとうございました。ちょっと後編に移ります。ありがとうございます。ありがとうございます。